ベルタ・フェリチタス・ゾフィー・フライ・フラウ・フォン・スットナーは、オーストリアの小説家。旧神的な平和主義者で、ノーベル平和賞を受賞した、最初の女性。ズットナーは、グレーフィン・キンスキー・フォン・ウヒ・ニッツ・ウンとテッタウとして、オーストリア陸軍元帥フランツ・ヨゼフ・グラーフ・キンスキー、フォン・ウヒ・ニッツ・ウンとテッタウとその妻、ゾフィー・ケルナーの間に生まれる。その時父親は75歳で、 彼女の生まれた1843年に死去したため、実家は没落していた。彼女には、未婚のママシンガーに、アルトゥール・フランツ・グラーフ・キンス・キー・フォン・ウヒ・ニッツ・ウンと、テッタウがいた。1873年から、ズットナー男爵家の4姉妹の家庭教師を務めた、ことで知り合った同家の御蔵氏アルトゥール・ウン・ダッカー・フォン、ズットナーから結婚を申し込まれる。 しかし彼女はアルトゥールより7歳年上である理由でずっとなわけから強い反対を受け家庭教師の職を解雇された。1876年に彼女はアルフレッド・ノーベルが出したパリの邸宅での秘書兼家政婦募集の広告に応募する。彼女はウィーンに戻る前の1876年6月12日にアルトゥールと秘密裏に結婚した。 ずっとナーは1889年に小説大バフェンにいいでを発表し、平和活動の先駆者となる。1891年にはオーストリア平和の友の会を設立した。1892年には国際平和ビューローに加入し、終身会員であり、同副会長も務めた。彼女の活動は国際的なものとなり、平和運動し、武器を捨てようを発行した。 彼女の活動は、ヘンリー・トマス・バックル、ハーバート・スペンサー、チャールズ・ダーウィンらに大きな影響を受けたものであった。ノーベルとの個人的関係は、家政婦を辞めた後も続いたが、ノーベルの晩年には対立もしていた。これは、ずっとなは、平和への取り組みで平和会議や講演、出版などを主体とした平和協会の設立を訴えていたがノーベルは、 国家間の安全保障条約の締結や、現在の国連のような組織を目指していたためで、ノーベルとのやりとりは1896年に、ノーベルが死去するまで文通で続けられた。そのためノーベルが、ノーベル賞に平和部門を創設したのは、彼女の影響が大きかったとされ、自身も平和賞創設に貢献したことを主張していたが、当時のノーベル財団側はこれを否定していた。また、 平和賞創設の際は、初受賞はずっとナーであると噂されていたが、実際の受賞は、ノーベル死後9年後の1905年のことだった。武器を捨てよ、は1914年に映画化された。かつてのオーストリア戦シリング紙幣にその肖像が見られたが、現在のオーストリアの二ユーロ硬貨にも、彼女の同じ肖像が描かれている。ベルタソフィア・フェリチタ・ホンヒニッツ及び、 絶対伯爵霊城は1843年にプラハ市で生まれる。伯爵霊城として生まれたが、一度として上流階級に属したことはなかった。ベルタの母ソフィアは一般市民の出であり、夫の死後はその実家から避けられる。母ソフィーが夫の遺産を主に掛け事で使い果たした後、ベルタは母から独立しすっとな男爵宅で霊城たちの住み込み教師として、 自己意識にかなう、独自の収入を得る。男爵子息の一人、アルトゥーアフォン・スットナーに雇用する。後のベルタの夫である。また、当時アルフレッド・ノーベルは、ダイナマイトの発明で大富豪となる。数年間転地を繰り返した後、ノーベルは、パリに定住し、新聞広告によって、秘書を探す。ベルタはその職に志願し、すぐに雇用される。アルトゥーアフォン・スットナーへの愛のため、 ベルタは1876年にパリを後にする。国費結婚の後、夫妻はコーカサスのジョージアへと赴く。金銭的な辛労に悩まされる。語学教師や音楽教師としてベルタは生活費を捻出する。数年間のコーカサス滞在の後、夫妻はヨーロッパに戻る。パリでベルタ・フォンストナーは初めて組織化された平和運動の存在を知る。 ベルタは人生のテーマを見つけたのである。1889年の武器を捨てよは熱情的な本であり、また戦争の悲惨さの現実的な描写によって読者を狼狽させる本である。ストナーは平和主義の先駆け戦士になっていく。ほとんど一人で1891年にオーストリア平和協会を設立する。ストナー夫妻は 当時年々攻撃的になっていく反ユダヤ主義にはっきりと反対する姿勢をとる。1891年、アルトゥア・フォンストナーは、反ユダヤ主義に対する防御協会を設立し、ベルタから熱情的に援護される。これによって、夫妻は国粋主義者、巫女僧主義者、反ユダヤ主義者たちを敵に回すことになる。世界的に有名な女性となった。 ベルタフォン・ストナーは多くの平和議会で進行を結び、休むことなく国際平和運動のために働く。ストナーは1894年、新しいロシア皇帝ニコライ2世に大きな期待をかける。確かに、ロシア皇帝は軍備縮小や国際平和会議を要求する平和声明を布告。しかし、ロシア皇帝のフィンランド政策や満州政策が、 皇帝の偽りを暴く。ストナーは、ニコライ二世を長い間かばい、それによって多くの同志を戸惑わせる。ロシア皇帝の提唱で、最初の平和会議が1899年に、オランダのデンハーグで招集される。参加者はしかし、平和主義者ではなく、外交官、各国政府公館や軍人たちである。軍備縮小や戦時国際法に関する問題に、 ついての論議はほとんど成果を見ない。モナコ公国の大広アルベールもスットナーの影響したヨーロッパ平和運動に参加する。しかし将来のスポンサーを得るというスットナーの希望は叶えられなかった。スットナーはアメリカ合衆国で最も大きな成果を得る。ここではスットナーは婦人運動のアイドルでもある。高年齢による体の痛みなどにもかかわらず、 平和運動の共産者を常に探し求めている。スットナーは1904年と1912年にアメリカへ渡る。ベルタフォン・スットナーとアルフレード・ノーベルの友情は20年間続いた。平和運動への高額寄付を促すべく、スットナーは何度も大富豪・ノーベルに働きかける。1896年、ノーベルの死の1週間前にもスットナーは、ノーベル宛てに手紙を書いた。そして、 このことは諸手を挙げてお願いします。あなたの援助を絶対に止めないでください。絶対に。私たちすべてがいつかは入る墓の悲願にあってさえも、彼の遺言について、ストナーは当時まだ何も知らなかった。ストナーのノーベルへの影響なくして、ノーベル平和賞は存在しない。それはストナーもはっきりと意識している。ストナーは、 最初の数年間需要対象として無視されることに大変落胆する。ストナーは平和運動のためにも彼女自身のためにも資金を渇望している。1914年あらゆる国家が大急ぎで軍備拡張をする。ストナーは必死に大きな戦争の危険を忠告するが嘲笑される。ストナーの死後1週間経った1914年6月21日。 オーストリア帝国の皇位継承者、フランツ・フェルディナントがサライエボ氏で銃撃により暗殺され、その結果、1ヶ月後にオーストリア・ハンガリー二重軍主国のセルビアに対する戦線復刻となり、第一次世界大戦が始まることとなる。ありがとうございます。